はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルにもある通り、知らなきゃ損、ソフトバンクユーザーはヤフーショッピングを使うべきということで、まあ、サムネの方にはポイント10倍確定、ヤフーショッピング最強説ということで、今回はお話を進めていこうと思うんですけども、まあ、今回そのヤフーショッピングの何がすごいか、ということなんですが、まあ、今回ソフトバンクユーザーに限ります。で、何がすごいかというと、こちら、ポイントの還元率が10倍なんですよね。まあ、いわゆる購入金額の 10% が T ポイントカードの、T ポイントとして、ま、入ってくるということになっております。で、こちらの詳細なんですが、まあ、こちらをご覧になっていただくと、まあ、通常だと、ポイント大体1倍なんですよね。で、なんですが、この期間固定 T ポイントということで、それに加えて9倍のポイントが入るようになっております。で、こちら Yahoo プレミアム会員の特典で4倍。で、ソフトバンクユーザー限定だったら5倍なんですが、まあ、この Yahoo プレミアム会員っていうのが、基本的には月額が462円税抜きということなので、約500円ちょっとなんですけども、まあ、これが入ってたら基本的には、まあ、5倍ぐらい入るんですけども、今回はソフトバンクユーザーのスマートログイン、というのに、まあ、入ってたら5倍が加わるということで、まあ、ちなみにそのスマートログインっていうのも無料で、なおかつソフトバンクユーザーだったらこの Yahoo プレミアム会員も無料なので、まあ、本当にこの10倍ってかなりでかいなというものになっております。で、実際に、まあ、どんな風に買い物してる時に表示されるのかっていうのを見ていきたいと思うんですが、まあ、例えば Yahoo ショッピングで、ああちょっと水のストックなくなったなということで、よくスーパーとかでお水をミネラルウォーターを買われる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、まとめて箱買いとかする時とかにお店だと持って帰るのが重たいので、まあ今回 Yahoo ショッピング使おうということで、例えばこちらの Yahoo ショッピングのミネラルウォーターの美味しい天然水を、まあ12本入りを1078円で買ったとします。そしたら右側の、今もらえるポイントが100ポイント、かっこ10倍ということで、内訳を見ていただくとわかるように、通常ポイントの場合は10ポイント、これが1倍、これが普通なんですが、まあ Yahoo プレミアム会員の限定ポイントの5倍とソフトバンクユーザーで4倍と5倍加わって、で40ポイントと50ポイントが加わるので合計100ポイントが入ってくるということになっております。なので今水の1本あたりが 85.5 円というふうに書いてるので、まあお水が1本分ぐらい、まあ、浮いちゃった感じにはなるかなとは思います。まあこれもかなりお得ですね。100ポイント出るって結構すごいなっていうで、ここもまたすごいなと思ったのが、例えば、まあ、今引っ越しシーズンとか、まあ、新しい生活が始まってまだテレビを買ってないなっていうところでがあったりしたら、まあ、今回は、まあ、奮発して、まあ、東芝のレグザ買っちゃおうかな、みたいな感じで、まあ、この7万、今僕、プレミアム会員なので、ちょっと安くなってるんですけども、76,230 円の、まあ、今回、東芝のレグザを買おうかな、ということで、そうなった場合、右側の内訳のポイントを見ていただくと、まあ、結論から言うと、7,620 ポイント入るんですよね。これが10倍のポイントで入るので、いや、これ、すごいな、と思いまして、例えばこの7620ポイントで、例えばテレビ台を買ったりとか、他に、アクセサリー類、ケーブルであったりとか、まあそういった他のものも買うことができるっていうのが強いと思うんですよね。テレビ台もぶっちゃけ、普通に安くても安いのはあると思うんですけども、もう最初から7620ポイントが浮くって考えたら、めちゃめちゃでかいなっていう。しかも T ポイントなので、まあ、この Yahoo ショッピング限らず、いろんな場面で T ポイントで、T ポイントっていうのが使えるので、まあまあこれは僕も結構ぶっちゃけ後々知って、わこのポイントすごいなとは思ったので、今回は発信をさせていただきました。で、注意点もちゃんとあるので、そこもお伝えをさせていただきます。まず一つ目っていうのが、期間固定 T ポイントの有効期限、利用期間があるので、期限を過ぎると利用ができなくなるっていうのが1点で、次、スマートログインを設定を解除した場合、Yahoo プレミアムの、ご利用ができなくなるということなので、まあ、ぶっちゃけ解除する、予定は基本ないと思うので、まあ、ここは特に触らなくていいかなと思います。で、やっぱり上の部分ですね、有効期限というのがそれぞれ一応書いてるので、まあ、Yahoo の会員サイトの中で見ていただくのもいいですし、まあ、そこで、まあ、僕、自分のポイントがいつまでなのかなというのを見ていただいて、うわ、過ぎてたらもったいないというのがあるので、ここだけ気をつけていただければ、うまくポイントが使えるのではないのかなと思います。はい、ということで今回は Yahoo ショッピング、ソフトバンクユーザーであればぜひヤフーショッピング使った方がお得ですよということを、ポイント確定10倍ということでお伝えをさせていただきました。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、あと何か気になることがあればコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。